今回は4月26日の調整で降下時間が 15.8 から 16.7 カウントになった竜造事件か、新追加された相性抜群の戦機輝く太陽と月の装填の組み合わせの強さを紹介するよ。兵力は式力で武力プラス2、兵力が 15% 減少ごとに武力プラス1ずつ、敵撃破ごとに兵力プラス45、武力上昇が控えめで速度なども上がらんから撃破を取るには味方部隊のサポート必須。新戦機に輝く太陽と月の装填は前回武力プラス3の基本刀効果に加えて最大武力の兵力上限超えプラス40、条件も時代特殊が一部隊とかなり緩め、今まで時代区分特殊の高コストを採用するとは胸がらくり、リスミの森金子だ、同時切りやすつむら強力な刀戦機の条件を満たしにくいのが決定だったけど、この戦機の追加で気にせんくて良くなったよ。竜造寺は自身一枚で条件を満たせるし、武力上昇も使える兵力に依存するから、この戦機と相性抜群、今回の情報修正も合わさって強化が大きく上がったと感じたよ。狙え発射、世の秩序を正す、私が革新者となる。間に合ったか。こそこそ裏から逃げるんじゃねえよ。忘れるかよ。狙え。発射。一の方、流派発動、三の方、こいつらを守る必要なんてなかったな。攻めあるのに。発射。世の秩序を正す、私が革新者となる。今度は俺らの番だ。我が銃口は敵を逃さない。流派発動。
身の肩。いかなる妨げがあろうと落ち通る。狙え。本懐になり。忘れるかよ。狙え。流派発動。一の肩。狙え。マイキーを頼む。狙え。まだ負けてねえよ。流派発動。二の肩。発射。目覚めたぜ。発射。我が銃口は敵を逃さない。どう？喧嘩はもう終わりだ。ほら、終わった。発射！狙え。マイキーを頼む。貫け。忘れるかよ。今回は2試合やるよ。
一の型。目覚めたぜ。こいつらを守る必要なんてなかったな。攻めあるのみ。せよ。抜け。せよ。抜け。やるよ、一族のために。今度は俺らの番だ。無冠の若さをなる。我が名は音玉とならん。さあ、くれぐれ抜け。戦機開放。流派発動。三の型。どうだ。我が身、天下へ飛翔する。流派発動。二の型。今度は俺らの番だ。抜け。引き上げよう。流派発動。二の型。せよ。今度は俺らの番だ。俺たち武士がこのでっかい天下を持ち上げてやるんだ。せよ。くらえ。せよ。抜け。せよ。次の世代へ。なぜ動かぬ。なぜ立てぬ。ご視聴ありがとうございました。